グネッコ。私たちマグネッコアカデミー出席番号7番のキカです。1番アムです。17番千原優です。はい、ということで皆さん、はい、本日は大食いということで、大食いといえば何ですか？ウーバー。ああ、今ウーバー流行ってますね。はい、大食いといえば1万円企画。違います。ペヤング。ジカマックスです。そうです、皆さん、はい、見てください。見えます？これですね。ちなみに結構ね、最近やられてる YouTuber さんいてたと思うんですけど、女性 YouTuber さんの方あんま見なかったですよね、これやられてる方。うん、見たことないかも。ということで、我々も YouTuber として体を張るべく大食い企画に挑戦していこうっていうことです。これ分かります？めっちゃでかいんよこれ。やばい、ほんまに。ちなみに大食いはどうですか皆さん、自信の方は？あります。結構食べますよね。ないです。なさそうやもんな。食べる気もなさそうやし。間違いない。余ったら全部こいつにか。そうしよう。絶対口ずっこも。きちくるん。いや、うちとキカは割と得意。まあ、頑張れ頑張れ。割と上って言いながらでも、うん、無理やり食べる方けど、こいつは絶対、MU 食べれへん。U 食べれへんから、ちょっと食べてや。な、二人で食べても、U これ以上食べれへんから、とか絶対言うから。はい、食べさします。無理やりんでも。食べさします。はい、ということでね、早速ね、もうお湯をね、沸かしてね、はい、これ食べていきたいと思います。ということで、それでは早速やっていきましょう。せーの。やっていきましょう。見えますか皆さん、こうやって分かれてるんですよ。4人前ってことですね、これは。要は多分4人前やったら余裕やろ。3人おんねん。1人でもいける。それは無理や。え、2ついけたんじゃん。いや、いけた。説ある。ちょっと言っていい？先に言っとくと、普段の生活これ半分でお腹いっぱいになるから1人前を。今日は頑張るけどね。やる気ある？ちょっと皆さん、あれです、衛生面を考えまして、一人箸一膳と、あと取り分ける用のお箸もちゃんと分けてありますので、その辺はちゃんとバッチリでございますね。よし、いけ。いざ、行ってきます。すっごくこぼれてる。線までちゃんと。あ、足りない。足りんかった、足りんかった。あ、違う、ユウの水筒がある。おし、熱っ。あ、ちょうどです。いった。うわ、なんかめっちゃ味噌の匂いする。味噌やもん。おー、勝った。うん、いいよ、うん、やった。ちょっと全部ちぎりますね、これ。見とけよ。見とけよって何？見とけよって何？わかめの匂いする。すっげえ。給食みたいじゃない？小学校もいいです。1個言っていい。量エグいで、これ大丈夫そう？うわー、お腹空いてきたよ。おいしそう。絶対食べれる。これだけ。でも辛くなさそう。うん、多分全然辛くないと思う。はい、ということで皆さん分かりますか？無事完成いたしました。ということでね、まあ、早速目標決めましょうか。はい、10分30分。え、リアルなところ。リアルなところ無理じゃない？1時間30分。え、でも伸びる前に食べたいから。30分。20分を目標にやっていきたいと思います、はい、よし、じゃあ手を合わせていただきます。皆さん取ってください。はい、これお汁どうしようかね。食レポしよう。皆さん、いただきます。いただきます。待って、一味食べちゃった。一味うまい。汁がないと。うん、汁がないと。間違いない。辛くない。うん、うまいですね。うん、これでお好きに、つけ麺スタイル、あっつ汁おいで。つけ麺スタイルで食べた。早っ。どんどんいけ。2杯目。1杯目やろお前。しばくなお前。うん、うまいですよ皆さん。うん、
美味。うん。お、食べた。何？なんかその音聞いたらさ、アムが配信で水汚く吸ってたの思い出す。水の飲み方汚いんですこの人。違う、わざとや。わざとこうずーって飲んでて、みんなさんがあの突っ込むっていうやつね。配信の時に汚いなっていう突っ込む、その突っ込みを待ってるっていうやつ。お母さんさ、うちの、うん、信恵、ユウのこと呼び捨てしてんねん、ユウって。うん、信恵ね、今日撮影やねんと。今日ユウもおるんか。今日ユウおるでって言ったら、なんなん喧嘩しとん、喋り方。ユウになんか、お前しっかりって言うとけ。しっかりって何。でも仲いいよな、めっちゃ信恵と。うん、仲いいと思う。でも逆らわれへん、あの絶対的な上下関係はある。なんかマリーとか結構反抗的やん、親に。マリーはやばかった。マリー、あのアーミエってなすごいねんな。やばかった。お母さんと電話してる時のマリーはもうめっちゃやんちゃですよね。でも中2って反抗、あ、中3か、反抗期じゃん今。いや、反抗期なかった。なかった、うちも反抗期あった？中3、高1ぐらい言い返してた。うん、ずっと無視。なんかムカついてたけど言い返しはせんかった。反抗期ない時ってさ、なんかさ、大人になってからヤバいっては爆発するみたいな。聞いたことある。あるよ。爆発せんとってんの、そろそろ。いや、だから爆発してこうなったんよ。爆発して頭がこうなったんやろ。頭と耳がこうなったの。言われたもん、お前はあの反抗期とかなくてすごいいい子に育ったけど違う意味でそれてしまったって。それてしまった、道をそれてしまったって。あの時の、そういえば戻るけどさ、そういえばお母さんと電話してる時のマリーのあれ忘れられへんな、衝撃的。なんか初めて会ったあのジウコもおって5人の撮影、はいって言ってはいけない面接の時ね。その時の電話が衝撃的やった。あの日雨降ってたんですよ。で京都で撮影してて、で傘を持ってきてなくて、マリーさんがね。でなんかあの親がね迎えに来てくれるみたいなね、うん、話になってて、こう電話してて、多分お母さんとお父さんかが多分京都駅まで出ておいでって言ったんでしょうね、うん、それで「はぁ！」って言ったよね。そんな汚い声してんか。かわいいからマリンの声。はぁ？いけへんし、わかるって。そんなわかるって、頭おかしいんか。そうそう、そう、そう、頭おかしいんかって言ってたよな。めっちゃおるやん。言ってこれやんの。それまんま。え、でもマジでこれ嘘やと思うでしょ。ガチで言ってるんです。これうちの友達でも反抗期来てる子なんていいひんかったからさ、やば。そう、みんなパパママと仲良しやってん、うちのお友達は。うん、反抗期なんか見たことなかったから、あるんや実際にと思ってびっくりした。衝撃的やった。あ、来た、見てこれ。だってうえ、頭おかしい。普通に頭おかしいやろ。ちょっとやばいな、ちょっとまずいな。コンビニでアイス買ってこよう。嘘、中挟む。甘いもん食べる。何食べる。負けた人が2人食べとく。あ、食べとくんや、負けたら。いつその動画。最初はグー、じゃんけんほい、あいこでしょ。うわー、最初はグー、じゃんけんほい、あいこでしょ。行ってこい。買い出し行きました。でもこれ撮影で大阪来てるんですけど、アムは京都で、キカは兵庫から来てて、リュウも大阪やけど、あの残ったらスタジオ借りてるから、あのね、処理できないので食べないと本当に帰れないんですよね。なんか辛くないんやけど、これなんやろ、めっちゃなんかちょっと癖のある味噌みたいな、気持ち悪い。めっちゃ喉が、汁ないやつ、茶色い普通のペヤングの一番定番のやつのこの大きさやったら絶対食べれた気がする。3人でしんど。食べるね、機械偉いからさ。何買ってくるんかな、冗談抜き。え、ほんとやってみてほしい。3人で聞いたさ、
正直3人絶対余裕やと思っとったね。なんか汁もあってすんのね、やばい。やってみて、3人でやってみて。本当に帰ってきた。ただいま。おかえり。プレゼント、アムちゃんのおごり。気分悪い。ありがとう。愛中のみ。すげえ。そこでも食べて紛らわしましょう。おいしい。四角花瓶うまっ。もうみんな無やん。きつすぎて無。これちょっとまずいな。まずいってどっちもまずい。アムちゃんファイト。お前一番食ってないやろが。ふな。ちょっとちょっとやばいぞ。皆さん謝罪申し上げます。はい。私ども3人は3人がかりでもペヤングペタマックスを完食できなかったこと、心よりお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。次回謝罪会見でお会いしましょう。はい。さようなら。さようなら。さようなら。